銀兵衛。あなたの姿が陽炎のように消えてしまったので、私の心は散る花びら、迷子のよう。どうしたら取り戻せるのだろう。どうしたらあなたは帰ってきてくれるのだろう。弟、大事な人を亡くしたこの痛み、わかるはずだろう。さあ、正門家醍醐夫人を一緒に殺そう。殺す？そうだ。はい、私にも協力させてください。もちろん、喜べ緑鏡、仇が撃てるぜ。皇居様、皇居様と緑鏡様、お二人の兄弟愛に心打たれました。ぜひお二人のことをもっとお聞かせくださいませ。いいだろう、聞けば私の恨みの深さがわかるだろう。我が家系は一子相伝の人心術を扱う。しかし時代の後継ぎは双子だった。故に後継者は私のみ。弟は一生表には出られない。それが掟だった。私たちは顔に仮面をつけて生活する。ただ弟の方の仮面は決して取り外せないものだった。人の心を操る術を覚えよ。そうすれば周りには弟もお前と同じ姿に見せることができる。一生懸命学んだよ、弟のために。その甲斐あって我らは時には一人、ある時は二人、全く別人のように自由に振る舞うことができるようになった。そこで父に訴えた。二人で家を継ぐわけには、秘伝を弟にも教えるわけには。それはできない。家を継げるのも秘伝を伝えるのもお前だけだ。それが嫌なら弟を殺す。兄さん、気にするな。俺はこのままで十分だ。結構楽しくやってる。緑鏡。そんなある日、家に計りごとの相談者がやってきた。兄さん、あの女とやりたい。何よ、バカなことを言うな。兄さんなら朝飯前だろ。相手は客だぞ。それくらい叶えてくれたっていいじゃないか。緑鏡、今まで一度も不満なんて言わなかったよ。わかった。旦那様、どうなさったのですか、こんなところで。女は人妻だったので、夫に化ければいいので簡単だった。旦那様。はっ、兄さん、ありがとう。ありがとう、兄さん。弟がその女と何回もの逢瀬を重ねた後。ねえ、子供ができたの。暦を見たら、きっとこの宿でできた子よ。うちの跡取りよ。嬉しいわ。跡取り？俺の子が跡取り。絶対に日の目を見ない俺の。
それが弟はよほど嬉しかったのだろう。もちろん私も弟が喜んでくれて嬉しかった。こんなことぐらいで喜んでくれるなら、いくらでも手伝ってあげよう。二人で奇術師を語ることにした。私は術も磨けるし、弟も喜ぶ。それに何より楽しい。この世には弟の子がそうと知らずに大勢育っているんだよ。兄さん、正門家を知ってるかい？奥方は全員すこぶる付きの美人だそうだ。そいつらを全員孕ませたい。入り込むのは難しい？私を誰だと思ってるんだ。さすが兄さん。それでうちに来て、あんな悪行を。私たち二人の密かな楽しみを、あの女、醍醐夫人は奪ったんだ。許せない。許せないのはこっちよ。あの女への復讐は、コクランと彼女の結婚相手王女が手伝う。お前はあの女をおびき出してさえくれればいい。ここはぐっと我慢よ。はい。あの女は歌が好きだったな。コクランに歌会を開かせる。あの女の好きな曲を聴いてこい。殺す時に流してやろう。粋な計らいだと思わないか。日時は後ほど知らせる。最低。はい。春梅、弟の話は全部忘れろ。はい。よろしい。忘れるわけないでしょ。さて、こちらはコクラン。コチョ、気分はどう？少しは楽になった？大丈夫です、奥様。それより奥様のお世話ができず。何言ってるの？今のお前の仕事は、ゆっくり休むことと、私にしてほしいことを言うことよ。さあ、何でもおっしゃい。では、私に構わずお休みになってください。それは聞けないわ。でも…勝手に入ってすまんな。急用があって、ちょっと。王女様…少し出てくるわね。はい。召使いの世話などお前のする仕事ではないだろう。ん？何をおっしゃるの？あの子は。召使いを人間扱いするな。放っておけ。はい。王女様じゃない。みんな騙されている。怖い。あの男、コクラン様に何をさせるつもりなの？そこで殺すのですね。そうだ、段取りは。わかりました。そんな、ダミ女子コミックを最後までご覧いただきありがとうございます。今回のお話いかがでした？感想をコメント欄に書いてくれると嬉しいな。チャンネル登録、高評価もいただけますと、とっても励みになりますわね、旦那様。皆様、どうぞよろしくお願いします。